はい、ハンマケの本家のハンマヨ先生です。ですね、民間のね、電波で出すテレビ局ですね、日本テレビとかテレビ局とか、日本テレビとか、フジテレビとか、TBS とか、NHK とかあるんですけど、画質がひどいですよね。こんなのね、一般の個人で出してなって、その 4K 以上で撮影したりしてるんですね。で、画質が非常にいいでしょ。で、民間の、ね、テレビのアップリングはね、非常に悪くて、見たくないですよね。画質がね、全くひどい。でね、これはまたね、理由があってね、民間の放送局って、嘘隠しが多いんですね。嘘と、あと作り事が結構多いんですね。だから世界に外国まで広く伝えるには、ちゃんとした画像で送ったらね、まずいということで、少しボケてるのはアップリングを許してるんですね。というのはね、災害でも何でも事件でも、東京都だけの都合でね、とかね、での事件とか、ことだけしか放送しないとかね、実際の本当のことを言わないんですね。また嘘つくんですね。そういうことが多いんでね、ボケた画像にしてしまうのが安全なわけなんですけど、それと2つ兼ねてんですね。YouTuber みたいに世界中に出すためにはね、画像のように出すためには、国内だけじゃないですから、嘘が入るのはダメなんですね。そういうのと、時は画質がボケてないといけないということなんですよ。ね。私も初め放送局出すときにボケたのは慣れてなかったんで、多少ボケてる時にね、練習しといて。で、まだ完全に出してませんけど、一応 4K ですよね。ニコンのカメラ使ってますね。COLP ピックスですね。COLP ピックスっていうんですかね。4K のカメラ、ニコンのカメラで撮影してますけども、安いものではないですね。GoPro ぐらいですよね。ちょっと、ぐらいの、ちょっと、4万ぐらいですね。4万台。私5万ぐらいで買ったんですけど、今4万ぐらいで買いますけどね。そんなので、ニコンのカメラで撮影してますけども、まあ、民間の放送局のは画質が悪い理由は、ね、インターレスとかの違いはありますけど、放送局用のね、チューナーとか撮影機材が昔の古い形なんでね、全部ね、画質が悪いんだけど、コンバートすればちゃんとできるにはできるんですよ。問題は、その 4K に合わせてね、コンバートすることできます。画質を落とさないでね。ただ、ドットは多くなりますけど、画質を落とさないでできるんですよ。で、それをしないというのは、嘘があるからですね、結構ね、民間の場合ね。ということで、あと個人だと押せばすぐ動くんだけど、民間はね、言うこと聞かないんですよ、NHK の放送局とか。嘘ついたらもう絶対嫌だということで、ね、そのままに流しておくんですね。作り事多いんでね。個人だとね、あと小舞台の YouTuber なんかの事務所、会社ぐらいだとちっちゃいんで、抑制して正しく動かせるんですよ、世界の。ただ、民間の放送局は、なかなかそういうことしないんで、ぼかしてくんないといけないっていうですね。だから放送禁止という感じですね。で、ぼかしたもんじゃないとダメだよということなんですよ。ね、そういう意味の方が強いんですね。ね。テレビ局の民間の放送の、ね、インターレスとかの、走行線の、分解、
これが 4K いかな、いかないわけですからね、それをアッピングしたってこるということで画質が落ちてるだけじゃなくて理由があるということですね。そういうことをね、よく知っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。半迷子先生でした。